さっきですね、ここに10鉢ほど、並べてみたんですけどね。まあ後輩に使うんで、後口が咲いた方から、また、アイランドの方から持ってきたりして、まあ明日か明後日にでも交配しようかなと思っているんですけど。まあ亀山さんが慌てて交配するんじゃないよって言ってるんでですね。まあ相手の花を間違いないようにって言いますか、まあ一番いい交配ができるようにっていうことで、まあどんな交配にしていくかって考えてはいるんですけどね。これは昨年登録した出産法と同じような交配ですね。これは今年の初花で、緑ヒクイと下の方にうっすらと、まあ種が乗ってですね、色は褪せないですね。これもこの間含みだけだったんですけど、開いてきましたけど、緑はちゃんと乗ってますね。これも星空の行星なんですけど、緑ひくりんが、まあ、残ってはいるんですけどね、汚いですね。行星は綺麗なんですけどね、やっぱり覆輪の幅が狭いところに緑が入ってきちゃうと、あんまり綺麗って感じしないですね。むしろ汚い。まあ、同じ緑でもね、このぐらい点が、まあ、小さくてっていうか、緑の幅があればね、まあ、綺麗に感じるのかもしれないんですけど、あんまり点がでかすぎるとね、緑ヒクリンが幅が狭いと、汚らしい感じですね。こっち側は純白に咲いてるんで、まあ、こういうんですね。今、反対返しにしましたけど。これが、同じ交配で一緒に鉢に植わってる方ですけど、こっちは点がないから、まあ、綺麗っていうか、さっきと比べると綺麗に感じますね。まあ、ですから、緑ヒクリンが出ればいいっていうことじゃなくて、やっぱり、点とのバランスって言いますかね。それで綺麗に感じるかそうじゃないかっていうことに、まあなってくるとは思うんですけどね。やっぱり花ですからね、綺麗に感じないとダメでしょうね。まああれも芝の血が入ってますから、芝菜にかけてですね、また直すことを考えればいいんでしょうけど。これは自分でこういろいろ分析してみて、まあ星空ですけども、喉元からこう点が消えてるんでですね、下からこう炎が燃え上がってるような、そんな花にしたいなと思いまして、まあ、これ種の地入ってますんで、まあ主星も入ってるんで当然ですけどね、これがまあ炎が燃えるような色、こんなような色ですかね。こんなような色で、こうメラメラと下から炎が燃えるような、そんな花に描いていければ面白いかなーなんて思ってますね。こっち側は六甲絞りと社長さん家の絞りをかけまして、それに芝菜の注意と飲んで。もう芝菜かければ一発で芝菜の絞りにはなってくるとは思うんですけどね。まあこんな交配を近日中にやっていこうと思うんですけど、ただこれに芝菜の血を入れて芝菜の絞りで面白くないんで、まあそうですね。これでもかけますかね。そうすれば、
緑覆輪の芝花の絞りなんかができるでしょうからね。まあ、この辺が自分としては楽しみな後輩ですね。